こたびのご決心、この九条久忠、心からお喜び申し上げます。和宮さんはご決心遊ばされたのではあらしゃいませぬ。思いもかけぬ暗闇で崖から突き落とされたのでござります。関白さん、はい。いい大老なる者がそれほどまでに怖いのでござりますか。和宮さんを将軍家に降下させねば、お上を彦根に幽閉し、その上で朝廷そのものを厳しく取り締まるなどと脅されて。それは誤解にござります。こたびのことはあくまでも公務御一話のために、お上がご決心なされたことにござりまして、かりそめにもいい大老などの意思によるものではあらしゃいません。それなら垂れてもよいではありませぬか。お上が和宮さんを選び遊ばされるはずはありませぬ。あれほどまでに有栖川の宮さんとのご婚約を喜び遊ばされ、ついこの間まで二人の前途をお祝い遊ばされておりましたのに、和宮さんのお嘆きにもいやまして有栖川の宮さんのお悲しみを思い遊ばしていただかされ、和宮さんへのお祝いの言葉などいりませぬ。生みの母として関白さん、そなたさんをお恨み申し上げます。お上のため、国のため、何卒よろしゅうお願い申し上げます。